こんにちは、速稼塾の久保でございます。世の中には数々のね、名言と言われるものがあるんですけども、今回はそのギャンブルの漫画といってカテゴリーしていいのかな、カイジっていう漫画があるんですけどもね、こちらの方の名言をちょっと取り上げてみたいんですよね。まあそれはですね、今画面に映ってるこれどう見ても悪役ですよね。この悪役が放つ言葉が、実はですね、主人公の方が悪役じゃないかなっていうぐらいもう逆転しちゃってるんですよ。どんな言葉かというと、命をかけてね、お金を得ようとする主人公たちに対して、こんなのは理不尽だっていうね、話が巻き起こるときに、ちょっと黙れってこの人が言うわけですよ。まあな、金ってのはな、命より重いんだぞって言い始めるんですよ。いや、今まで私たちが聞いてたのは、まあ、命の方がお金なんかより重いよね、みたいなね。そんな常識論だったはずなんですけども、悪役はその真逆のことを言ってね、本当この人悪党だなって思わせるんですよ。でもその後の説明が確かになって思わせることが多いんですよね。で、この方が何て言ったかっていうとね、この利根川っていう人なんですけども、例えば2000万っていうお金のことを考えてみろと。で、40代ぐらいで2000万っていう貯金ができるやつがどんな人生を歩んできたかと。まあそいつはね、もう社会のエリートなんだぞと。エリートの人生想像してみろと。小学校中学校と塾に通って友達とも遊ばずにコツコツと勉強して成績は常にトップクラス、そして受験に成功して一流企業に入る。そこでもまた競争だと。気に入らない上司に媚びへつらい。お客さんの叱咤に耐え。そして毎日毎日律儀にね、会社に通って。そして出世競争に勝って40代半ばにしてやっと手にできるお金が2000万なんだぞと。エリートは遊ばずに飲みにも行かずに愚痴もせずに、こうやってコツ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 残業しながら2000万作って、まさに命を削ってるのに、お前らはなんだっていうわけなんですよ。そのお前らってのは、実は命の方が金より重いんじゃないかなみたいにね、騒ぎを出したやつなんですけどもね。そしたら、その主人公たちは常識論で生きてきたんで、ハッとさせられるんですよね。確かに自分たちはお金を得るために今まで何かをしてきたかなって言ったら、問題を先送りしてね、だらだらと日々を過ごして、何の積み上げもないし、何かに特化したこともないし、そんな人生を送っていた自分たちが金より重い人生を歩んでいるんだろうかって考えた時に、確かに金を残したやつってのはいろんなことを我慢してたどり着いて、まあ、1000万なり2000万という金を残してきたよなと。でも何もしなければ金すら残んないね、金を埋めない人生になってしまうわけですよ。まあそういう意味で、まあ命よりもお金の方が重いっていうのは確かにそうだなと思わせるんですよね。まあこの辺はね、漫画の方を見ていただければと思いますけども、今回はちょっとコメントをどうかなと、多くの人の意見はどうかなってことでコメントをちょっと見てみたいんですよね。例えばね、このカイジの名言は大人になるほど心に染みるっていうふうに言われてますけども、本当にね、これね、時を追うごとにそうだよなっていうふうに思っちゃうんですよね。で、他の方、自分がだらけている時にこの話を聞くと本当に心に刺さる。皆さんいかがでしたかね。命の方が金より重いのか、金っての命より重いのか、これはなんか考え方ちょっと変わってきたんじゃないですかね。次、悪役ほどグサグサくるいいセリフを言う漫画。そう、悪役の方がね、まともなこと言ってるんですよ。で、主人公たちってのはだらけて今みたいな状況になっちゃった、言い訳ができないんですよね。で、常識論を振りかざしてくるけども、そんな常識論を信用してるからお前らみたいな人生に陥ってしまうんだっていうふうに悪党は言うんですけども、悪党は確かにね、いろんなことを勉強して積み上げてきてるんですよね。はい。受験の前に聞けてよかった。勉強してくる。というふうに言われてます。いや、本当に良かったです。いいタイミングですよね。説得力の塊。どうですか？なんか、この悪役を応援するようなね、賛同するようなコメントばかり入ってますよね。金と人生の考え方に一石を投じる強烈な名言でした。いや、これは本当に私もね、考え方がぐるっと変わった言葉でしたね。よくこんなこと思いつく漫画家さんがいたもんだなと思いました。次。今でもたまに聞きたくなる、個人的にカイジで一番好きな名言。うん。兵道に、兵道ってのはこの利根川さんが働いてる会社の会長ですけどね。兵道に媚びへつらって、勝ち抜いてナンバー2まで上り詰めた利根川だからこそ響くセリフ。そう。先ほどのね、悪党、利根川も、出世競争に勝ち抜いて平社員からここまで上り詰めてきた。その自分の人生を振り返ったら、我慢ばかり、上司に媚びへつらい、部下の悩みに耳を傾け、みたいなね、そんなことを思い出したんじゃないかなと思うんですよ。はい、次。
若い頃に聞きたかったら、何を言ってるんですか。今からでも十分教訓になりますよ。次、受験2日前に聞けてよかった。うん、受験2日前ね。まあ気持ちだけでも持っていきましょう。次、この名言、学生時代に聞きたかったな、正論だわ。いや、今からでも十分役に立つと思いますよ。はい、次です。例えが、サワラなの、いつ見ても笑う。サワラね、本当ですね。サワラっていうのはね、例え話で出てきた、まあ、今回はちょっと画面で出てないんでわかんないですね。はい、じゃあ次行きましょう。現実は、社会に出たら、こういうことを言ってくれる人すらおらんからな。そうそう。社会に出たらね、一見苦いんだけど本当のことって言えなくなるし言わなくなるんですよ。そういう発想もいつの間にかなくなっちゃいますよね。次。これがマジだから悲しくなるよな。そう。今40代、50代を過ごしてる方、私もね49歳なんですけども、お金を残せてる人と残せない人の差ってこれなんじゃないですか。自分の命を削って、お金を残せたのか、それとも目先のね、自分のちっぽけなプライドを譲らずに、お金を得ることを諦めてきたのかのどっちかだと思うんですよ、うん、やっぱり自分をね、我を張ればね、金は残らないし、うん、柔軟に受け取れば、そしてね、まあ大変なことでもきちんと割り切って付き合えば一定のお金は残ってくるんじゃないかなと思うんですよ。名言や素晴らしいとかありますね。小学校の道徳の授業